よう、アスナのユウキ。ユイも一緒か。こんにちはです、パパ。3人でおやつの時間か。ブブー、勉強だよ、勉強。現実よりこっちの方が課題を片付けるのにはかどるから。あ、そっか。そうなると邪魔しちゃ悪いな。ううん、大丈夫だよ。ちょうど今区切りをつけたところなの。じゃあ区切りをつけたところで何頼む？僕はこの木いちごのケーキが気になるな。なんだよ、やっぱりおやつじゃないか。ところでプレミアちゃんのクエストについてなんだけど、気になる情報を手に入れたんだ。へえ、どんな？ほら、前に大きな木に祈りを捧げるイベントがあったでしょ。あれとは別の大きな木のある場所が発見されたんだって。そこにプレミアさんを連れていけばまたイベントが起きる可能性がありますね。なるほど、気になる情報だな。それならこの後行ってみない？勉強も終わったことだしさ。そうね、私は大丈夫だよ。なら俺はプレミアを誘ってくるよ。皆さん頑張ってクエストを探してあげてください。任せてくれ。それじゃあプレミアを連れてその大きな木のある場所に行ってみよう。あ、いたいた。おい、プレミア。ごきげんよう。いや、探したよ。本当ですか？私も会いたいと思っていました。え、俺に？驚いたということは、そうした気持ちを率直に伝えるべきではない？いや、そんなことないと思うよ。思いは伝えた方がいいというか、なんというか。それより今誘っちゃっても平気か？一緒に出かけたいところがあるんだ。大丈夫です、どこまでもついていきます。おう、なんか誤解を受けそうなセリフをよく覚えてくるな。ここ最近は俺たち以外とはあまり接しないようにしているみたいだし、どこで覚えてくるんだろう。ここからしばらく進んだ先に大きな木があるんだって。ここからだとまだ見えないね。肩車とかすれば見えるかな？ねえ、ちょっとやってみない？肩車か？まあ別に構わないけど。あ、やっぱやめた。ん？どうした？アスナに悪いかなって思って、なんとなく。ちょっと勇気？勇気が肩車をされるとなぜアスナに悪いんですか？だって体が密着するんだよ。密着。密着。そんないかがわしい風に言わないでよ、もう。密着するといかがわしい？そんなことないよ。程度にもよるかもだけど。手をつなぐのはいかがわしい？ううん、いかがわしくないよ。抱きつくのはいかがわしい？それは場合による。っていうかこれどんどんひどい質問になっていくパターンじゃない？さあ話はこれくらいにして早く先に進もう。ああ、それじゃあ出発だ。これか。確かに大きい木だな。うん、前にプレミアちゃんが祈りを捧げた木と同じくらいの大きさだね。クエスト進むかな？どうだろう。
特に祈りを捧げる様子はないな。プレミア、この木を見て何か思うこととかないか？大きいです。つまり荘厳。なるほど。何も起きないね。この木はプレミアちゃんのクエストとは関係ないみたいだな。空振りか。残念だけど楽しい散歩にはなったよね。うん、またこうしてみんなで出かけようね。じゃあ町に戻ろうか。いい加減にしろよ。なんだろう。向こうから聞こえたな。行ってみるか。俺たちの狙ってたモンスターを横取りしやがって。はあ、うっせえな、クジが。クソみたいな戦闘見せられたら吐き気がすんだよ。だから俺が手本を見せてやってんじゃねえか。お前、この前もウェッジさんが戦ってたレアモンスターを奪っていっただろう。え、誰だ。ウェッジ、ウェッジ、なあ、あの冴えねえやり使いか。センスのねえモブのことなんていちいち覚えてらんねえよ。なんなんだよ、黒の剣士。人のプレーの邪魔ばっかしやがって。迷惑だって、なんで自分でわかんないんだよ。強さ、そう、強ささえあればそんなこともされねえだろう。ああ、お前らには無理か。ちょっとゲームが上手いからって得意になってんじゃねえよ。ああ、人からモンスターを横取りするぐらいしかできねえくせに。言っとくけどな、いろんなプレイヤーがお前を邪魔だって言ってんだぞ。空気読んでこのゲームからいなくなれよ。誰が邪魔だって。え、おい、消えるのはお前みたいな力のないゴミクズの方だろ。弱いやつに居場所なんかねえんだよ。この野郎、やめろって。もういいから。ほら、どうしたかかってこい。おい、んだよ、ダッセーな。そうして一生吠え続けてろよ。モブのヒーロー様じゃねえか。俺に何か用かよ。いや、通りかかっただけだ。そうかよ。なるほど、今日もモブを連れ歩いて仲良くヒーローごっこか。ウケるな。用がねえなら行くぜ。じゃあな。あの人、有名なプレイヤーだって話だけど、よく思っていない人も多いみたいね。楽しいゲームのはずなのに、どうしてプレイヤー同士でいがみ合っちゃうんだろう。人は自分の価値観を相手に押し付けたくなるものだからかな。それって本当は自分を知ってもらいたいという純粋な思いから来るものなんだけどね。自分を知ってもらいたい思いか。Thank you.